さあここからは夜のトレンド研究所サイバーラボのお時間です今週はフリーズドライ最新事情を届けまあ、世界の中でも味バリエーションさらにまあ技術が一番進んでいると言っても、えー、過言ではございません日本のフリーズドライ1個の食品ができるまでのプロセスはまずそのメニューを普通に調理して1分分の型枠に 1> 1食分の型枠に流し込みますすそれをですねおよそマイナス30度の凍結庫で凍らせること8時間以上で乾燥機に入れて真空状態で24時間以上かけて水分を抜けばフリーズドライブロック完成とのことかなり複雑な面倒な工程を踏んでおりますさあ今夜もですねフリーズドライ市場の大手 天野フーズでおなじみの天野実業株式会社商品企画チームお話を伺ってみましょうピックアップするのは声と見た目の雰囲気がちょっぴり断蜜風の女性必要過去の情報赤澤義かさんが手がけたこちらでございます ももあるのであの腹持ちもいいっていうようよな食べ応えのある商品にななっていますなのであの夜食に食べていただいたりちょっとお腹が空いた時やお子さんのおやつとしても使っていただければいいなと思って作りましたリゾットというあのお米の食感っていうところには大変こだわって何度も試作をし直しました私が作ったビストロリゾット太郎さんぜひ食べてみてくださいおいしいですよ食べます早い <laughs> ねえビストロリゾット美味しそうじゃありませんか。ね。まあなんかこうおしゃれっていうかねやっぱりこうフリーズドライっていうとこう、まあ、お味噌汁はねすごいこう皆さんお世話になってると思いますけどなんとなくこう男性寄りでもうちょっと女性向きのメニューみたいなのもねあっていいのかなと最近はやっぱこういうものもどんどんできてきてるんですね。はい さあここに赤澤さんが手がけたビストロリゾットシリーズいろいろとあります一、えー、つ頂い,いてみましょうかえー、とほうれん草チーズ三種のチーズカルボナーラリゾットとかね僕じゃあ種のチーズにしましょうかね玄米と押し麦入りチーズ3種類も入ってるのに99カロリーということでございます今袋を開けてみましたね 中にあのちょっとトレイが入っておりましてえー、まあ潰れないようになってるわけですねはいパカッと軽いな今日もなんかあのパテみたいな感じですねえー、ビストロいくと出てくるでこれにお湯を注ぐとあらあら,あら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 だんだんふに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 ,ふにあこっからはスプーンで少しずつ崩してまだねザックザクしてるんですけど うん、そうなんだよなだんだんこの水分を含むとリゾットっぽくなってくるはいもうリゾットになっちゃいました思ったよりお湯は入れないんですね意外とこうお湯は少なめでやるとなんかこうリゾットの質感っぽくなりますはいではもうあとはいただいてよろしいですかいただきますうん いやなんかなんて言っていいの美味しいし普通にリゾットうんこう押し麦の食感とチーズの風味もねいいですね香りもしますしこれで99なのんーチーズはパッケージの裏を見ますとねゴーダチーズパルメザンチーズゴルゴンゾーラチーズと。 3種類のチーズを使ってるとうん美味しい美味しいですはいもう全然普通に出されたらフリーズドライだって <laughs> 全然思わないはいちょっと小腹が空いたね夜にこうこのぐらいのものをふっとこう食べるとお腹も気持ちもいい気分になりますよねはいということで赤澤さんごちそうさまでした美味しかったです 天のフーーズのビストトロリリゾットシリーズは1個200円ですさらにですねこのアマノフーズのありとあらゆるフリーズドライが楽しめるアンテナショップが JP タワー商業施設の切手内にあります今日ご紹介したビストロリゾットをはじめもうカニ汁ビーフシチューなど驚くようなフリーズドライの世界を堪能することができるのでこちらも是非。 明日のサイバーラボンはハリーくんがナイスワンなフリーズドライをご紹介どうぞお楽しみに